はい、じゃあ豪太郎ドライビングチャンネルやっていきたいと思います。モータースポーツに役立つ動画、スイフトスポーツに関する動画どんどん上げていきますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。概要欄からチャプターごとに見れるようにもしてますんで、そちらもチェックしてみてください。コメントもお待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、そもそもエンジンマウントって何なのかっていう話と、クスコさんのですね、強化エンジンマウントのインプレッションの動画です。ZC33S スイフトスポーツ用ですね、こちらのインプレッションですね。まあ何回エンジンマウントやんねんって感じやと思うんですけど、まあ一応今回でエンジンマウントネタは終わりです。でですね、まずエンジンマウントっていうのは、まあ車体にね、エンジンを固定するための台座みたいなもんで、金属とねゴムでだいたい構成されてます。でまあ車体のフレームにですね、まあゴムを、まあ、間に挟まず介さずに金属で、まあ、直付けするとエンジンの振動でですね、まあ、乗ってる人も疲れてしまいますし、まあ、フレームそのもの、車体のフレームそのものに、まあ、クラックですね、ひびが入ってしまったりするようなことにもつながってしまうかなと思います。で、そこでゴムが挟まってるんですけど、まあ、このゴムがですね、まあ、どんな人が使っても納得してもらえるようにですね、まあ、メーカーさん、車のメーカーさんですね、ノーマルは、まあ、このゴムの硬さがですね、まあ、柔らかめに、比較的柔らかめに設定されてます。これね、ちょっと話脱線するんですけど、動画のね、前半で僕いつもなんか涙目なんですけど、これ、なんか悲しいことがあったとかじゃなくって、筋トレでだいぶ追い込んだ後に動画撮らせてもらってるんで、それで多分、うろうろしてるんだと思います。はい、すいません。全然関係ない話なんですけど、じゃあちょっと戻りますね。話戻します。強化のエンジンマウントはですね、まあゴムの、さっきのね、ノーマルと比べてゴムの強度ですね、硬さがアップしています。ですんで、まあ車内にね入ってくる振動とか、まあ音と引き換えにエンジンのね、揺れが抑制されます。どれぐらい揺れてるかって話なんですけど、まあノーマルのエンジンマウントが付いてる車両で、でまあエンジンをかけて、でボンネット開けてもらって、で、まあ、誰かにですね、まあ、運転席座ってもらって、で、ギア、まあ、ニュートラルの状態でエンジンこう、アクセルね、煽ってもらって、空ぶかししてもらって、その、車のね、外側からエンジンの様子を見てたらね、エンジンが前後に結構大きく揺れるのがわかると思います。で、まあ、これは、スイフトみたいにね、前輪駆動の FF レイアウトのエンジン、FF レイアウトだと、エンジンが横置きなんで、まあその、クランクシャフトの回転運動の慣性に連動してるんで、前後にエンジンが揺れます。ですんで、まあ FR とかね、後輪駆動の車でしたらね、まあ縦置き、エンジン、が多いと思うんで、縦置きだったら、まあ、クランクシャフトの回転に連動して、まあ、横にね、横方向にエンジンが揺れやすくなります。で、このことからですね、横置きエンジンの場合は、前後方向のね、エンジンの支持、支える役割を強く担ってる、エンジンのまあ、後ろ側の、まあ、縦向きについてるですね、マウントを強化することが、まあ、最も大きくですね、フィーリングに変化が出るかと思います。エンジンのね、そのエンジンの揺れを抑制することで、どういうメリットがあるのってことなんですけど、まあ、ミッションのね、入りの、まあ、曖昧さがね、軽減されます。その、要はゴムが柔らかい分、そのシフト、チェンジするときの力が吸収されてしまうんですけど、それがまあそのゴムが硬くなることで、
シフトフィールにこうカッチリ感が出るというか、キレが出て、まあフィーリングが良くなって気持ちよく操作できるようになります。アクセルのペダルワークに対してエンジンのまあ力がですね、駆動系に伝達するまでのレスポンスが良くなるんで、まあドライバーの意思に対してね、リニアに乗れるようになって、まあ人馬一体感っていうんですかね、よく聞くかと思うんですけど、これが高まります。マニュアルの車においてですね、シフトフィールの気持ちよさは結構重要な部分じゃないかなと思いますんで、まあ、個人的にはですね、チューニングの優先順位的にかなり高く位置づけてます。まあ、車のねチューニングというか、車を買ってから、まあ、比較的というかかなり初期の方で手を入れていきたい部分かなと思います。はい、じゃあエンジンマウントの、まあ、持ってる役割の解説はこの辺で終わりです。でここから、クスコさんの強化エンジンマウントのレビューインプレッションです。でこれは前回前々回にやったね、エンジンの後ろ側の方のマウントじゃなくて、エンジンの前についてる、まあ、スイフト ZC33 でしたら、バッテリーの下とその反対側ぐらいについてる、エンジンの前側についてるエンジンマウントになります。で、まあ、純正のその左右のマウントとクスコさんの強化ピッチングストッパーをつけてる車両と、で僕の車の、前の左右のマウントがクスコさんの強化の分で、で、後ろ側が、クスコさんの強化ピッチングストッパーの組み合わせの状態の車で、比較検証することができました。でね、検証してみた結果ですね、やっぱり全然違います。で特にアクセルオンオフ、アクセルオンオフのレスポンスが一番大きくね違いとしてありました。でただまあ、それがその、いいか悪いかは別です。違いはすごいあったのはあったんですけど、いいか悪いかは別で、その、強化ピッチングストッパーとノーマルの左右のマウントの組み合わせも、まあ、いい意味で、ファジーっていうんですかね。まあ、乗りやすい感じがありました。まあ、適度に、ね、そのゴムの強度が柔らかくて逃げがある方が、まあその車体の各部にも優しそうですし、でまあ振動そのものもね、エンジンマウントは前のエンジンマウントはノーマルで、ピッチングストッパーだけが強化、後ろのマウントだけが強化の状態の方が振動も少ないです。で、まあ前2つ強化、後ろ側も強化の方は、アクセルのね、ペダルワークに対して、まあ、その車全体のっていうか、まあ、車体の、まあ、反応がすごい敏感で、で、まあ、振動とかノイズもね、やっぱり比較したら、だいぶ増えます。って言ってもですね、その、声が震えたりとか、まあ、その乗っててお尻が痺れてくるほどの振動ではないですし、まあ、そのイメージとしては、まあ、カート、レンタルカートとかね、レーシングカートとか乗ったことある方だったらわかるかと思うんですけど、あんな感じの振動は全然ないです。で、まあ実際ね、その僕も家族を乗せて、普段まあ普通に、まあ、街乗り買い物にも使ってますし、通勤にも使ってるんですけど、まあ特にね、まあ同乗者、まあ家族からクレームが出ることもありません。ないです。で個人的にはですね、まあ前の2つも後ろも全部強化マウントの組み合わせが一番好みです。でまあメインは街乗りで、まあ、バランスよくいいとこ取りしたいって方は、まあ前の2つは、まあ、純正のノーマルエンジンマウントで、後ろ側の、まあ、ピッチングストッパーっていうんですかね、レールさんで言うとエンジンロールストッパーだけ強化にする組み合わせがいいんじゃないかなと思います。で逆にですね、まあ、サーキット走行、まあ、スポーツ走行にバランス的に大きく振りたい、
またね、コンマ1秒でも、まあ、その車側で言い訳したくない方には、まあ、前の2つも後ろも3つともね、強化の組み合わせをおすすめします。で、シフトフィールに関してはですね、まあ前側左右がノーマルで、後ろだけ強化の状態の組み合わせでも、すごい、まあ完全なノーマルと比較するとすごい気持ちよくって、まあ全て強化の状態と比べてもそんなに、シフトフィールだけで言うとそんなに大きく変わらないです。で、ちなみにですね、現状僕の車は、前側2つがクスコさんの強化で、で後ろ側がレイルさんのハードタイプなんで、まあ、先ほどお話しさせていただいた時の組み合わせよりさらに、まあ、振動と音がね、多く車内に多く入っていきます。で、その分、まあ、エンジンのねレスポンスで、クラッチのミート感、シフトフィールなんかは、すごく、まあ、試した中では一番良くなってます。でね、まあ、実際この状態、現状の状態でも家族からのクレームはありません、ないです。で、まあそのノーマルからね、段階を追って、まあ、徐々に硬くしていったんで、まあ、家族も感覚が麻痺してるのかもしれないです。まあ、麻痺というか、まあ感覚のチューニングって、まあいいように言うとね、感覚のチューニングになってるのかもしれないです。はい、じゃあエンジンマウントのレビューは以上なんですが、ちょっと、まあ、昨日ですね、ご縁がありまして、まあ奈良トヨタさんの方とお話しさせていただく機会がありました。で、その中でですね、マホロバミュージアムというクラシックカーとか、ヴィンテージカーですね、あと、ミニカーの展示をされてる施設のお話を聞かせていただきました。こんな感じでね、パンフレットもいただいたんですけど、こんな感じです。見えますかね？こんな感じ。です。昨年2021年の、11月にオープンしたばっかりで、半世紀前の車を蘇らせようといったコンセプトと、幅広い世代のエンジニアさんの優れた技術によってレストアを完成させてらっしゃるそうです。で、まあ、営業時間とか、まあ、アクセス方法、詳しくは、マホロバミュージアムで検索してみてください。ヴィンテージカーとかですね、クラシックカーに関心の高い方、まあ、年齢層問わずですね、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ちょっとね、これ、ここ隠しといた方が良かったかもしれないですけど。じゃあ、今日はこんな感じで以上です。ご視聴ありがとうございました。